ルセラフィムのチェウォンとエスパのウィンターが似ている。似ていないというファンと似ているというファン、チェウォンがウィンターに寄せているという韓国本国の反応は、激戦の第4世代ガールズグループの中でもひときわ存在感を醸し出す、ハイブレーベルのルセラフィムと SM エンターテインメント所属のエスパ。そんな大人気グループのメンバー、ルセラフィムのキムチウォンとエスパのウィンターが似ているという噂は以前から言われています。そんな2人の待望の TikTok コラボは幸せにあふれましたね。今回はそんな2人の美女、主にヘアスタイルを中心として作品ごとに振り返り、比較していきたいと思います。アイズワンとして活動した後、ルセラフィムのリーダーとして再デビューするというキャリアを持つ、アイドルエリート、キムチウォン。アイズワン時代は明るい髪色で柔らかい雰囲気で、可愛いと人気だったチェウォンですが、ルセラフィムでデビューする時にはイメージが一転。メンバーを公開するイメージムービーでは、黒髪でプッツンボブ、シックなファッションに身を包んだ美女を披露目しました。チェウォンのイメージの変化にアイズワン時代からのファンからは、私たちのチェウォンになんてことしてくれるんだ、新しいコンセプトがチェウォンに合わない、と拒絶反応も見られました。しかしルセラフィムの華々しい活躍と、新しいコンセプトも華麗に昇華するチェウォンのカリスマが世界を魅了。今やかっこいい感じのチェウォンも板につきましたね。ではルセラフィムとなったチェウォンの美女の変化を作品ごとに見ていきましょう。2022年5月、デビューアルバム、フィアレスの時は黒髪でパッツンのプッツンボブでデビューしました。アイズワン時代の可愛らしく柔らかい雰囲気から一変し、個性的でシックになりました。2022年10月、セカンドミニアルバム、アンチフラジャイルでは少し髪が伸びボブヘアにインナーカラーを入れていました。カラーもベージュの時もあればブルーになったりもしましたね。チェウォンのインナーカラーめっちゃ似合う。2023年10月の日本ファーストシングル、フィアレスでは韓国カムバックのコンセプトは全然違い、ピンクを基調としたガーリーなコンセプトを披露。ゴムヘアを緩く巻いたりハーフアップにして女の子らしい印象になりました。この雰囲気はアイズワンのチェウォンが戻ってきたみたいですね。やっぱり可愛いコンセプトも最高。ちなみに日本人なら誰もがおなじみのあの音楽番組、ミュージックステーションに出演した時は爽やかな白い衣装で登場。チェウォンはボブヘアをハーフアップにして大きなリボンをつけていたのですが、この日のチェウォンの美女が気を内外の K-POP ファン、日本の音楽ファンから、あのボブの子は誰？すごく可愛い。ボブの子めっちゃ可愛い。と話題になり、ボブの子がトレンド入りしました。K-POP 大概の人々もうならせたチェウォンの美女。確かにこれは可愛すぎる。お次が2023年5月、アンフォーギーブン。可愛らしいガーリーな日本曲のコンセプトとは違い、韓国カムバックでは襟足をぴったり揃えたプッツンボブからレイヤーカットになり、よりかっこよさが増しました。この頃はウンチェと宮脇さくらも長かった前髪をパッツンにしたり、さくらはカットしレイヤーカットになったり、ルセラの美女の変化が楽しめたカムバックでしたね。そしてここまでずっと黒髪だったチェウォンのヘアがソウルコンで髪色が茶髪に、長さも少しあり愛らしい雰囲気になりました。黒髪と茶髪ってこんなにイメージが変わるんですね。そしてどっちも似合っちゃうチェウォン。ちなみにツアー中に見せたチェウォン伝説の神々事件、 BTS パイセンや可愛い後輩のニュージーンズにとどまらず、ファン PD から面白すぎたとお礼の電話がかかってくるほどにハイブファミリーでトレンド入りした事件についてはこちらでご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。10月27日、ルセラフィムが初の英語シングル、パーフェクトナイトをリリース。これまでショートヘアだったヘアスタイルがサラッサラストレートのロングヘアに、そして姫カットも可愛い。また桜が青色、ユンジンがオレンジヘアになり、桜はアイズワン時代の神美女、ピンク桜が再来したみたい。ユンジンはワンピースのリアルナミさんみたいだと話題になりました。パーフェクトナイトはこれまでと違ったコンセプトの曲と衣装で、振り付けが過激すぎるのではないか。ティーザーはエスパみたい。衣装がブラックピンクに似ているという反応もあるようで、
詳しくはこちらでご紹介しております。続いてエスパのウィンターも見ていきましょう。ウィンターは幼い頃から歌手を夢見て、中学生時代からダンスを習い始めたそうです。そして中学3年生の時に出場したダンスフェスティバルで SM エンターテインメントにスカウトされ入社。3年間の練習生生活を経てエスパのメンバーとしてデビューを果たしました。エスパは楽曲もたくさんあり、ビジュの変化も多いので追いかけられた範囲でご紹介しますね。おい、俺の好きなビジュがねえぞという方はごめんなさい。2020年11月ファーストデジタルシングルブラックマンバでデビュー時のウィンターは金髪ロングヘアでした。綺麗なブロンドヘアをウェーブさせ、毛先を青く染めており、まるでマーメイド。幻想的な美しさで華々しくデビューを飾りました。2021年5月サードデジタルシングルのネクストレベルでは雰囲気が一転、金髪だった髪型は真っ黒に染まり、ワイト系のインナーカラーを入れ一気にかっこよくなりました。個人的にこの時のビジュマジで好みです。2021年10月ファーストミニアルバムサーベージでは前髪がパッツンでプッツンボブに、エスパの存在感を強烈に見せてきたサーベージ。 CG なのかなと思うほどの完成されすぎているビジュアル。ウィンターといえばこのスタイリングのイメージが強いです。2022年6月フォースデジタルシングルでエスパ初の英語楽曲 Life's Too Short では金髪ツインテールで女の子さたっぷり、これはやばい。そして学園祭の時に見せたウィンターのビジュがアイドルすぎると話題になりました。ナムジュの冬子転換期。2022年7月セカンドミニアルバムガールズでは金髪三つ編みヘアを披露。可愛いの中にもかっこいいがあるスタイリング。エスパはカリナ、ニンニン、ジゼルのかっこいい女性たちの中でウィンターが可愛い雰囲気を持っており、バランスが取れている感じがしますね。音楽番組ではショートヘアバージョンも見せました。好き。そしてツアー時に茶髪ヘアにチェンジ、レイヤーカットを入れ少し髪が伸びましたね。2023年5月サードミニアルバムマイワールドのタイトル曲スパイシーではお団子ヘアや姫カットなど、これまでのエスパっぽくないスタイリングがまたウィンターにハマっていて新しい魅力を見せてくれました。そして今月エスパは2023年11月にドラマでカムバックする予定です。次はどんな姿を見せてくれるのか楽しみすぎます。ではチェウォンとウィンターが似ているという時期の写真を比較していきましょう。まずはフィアレスのチェウォンとサーベイジのウィンターの黒髪パッツンプッツンボブ時代。この時は同時期に同じ髪型だったので、なんとなく似ている雰囲気がありました。そしてコンサート時の茶髪レイヤーカット時代、衣装まで白の袖なしのスカートスタイルと似ているので、まるで双子みたいです。ルセラフィムが10月27日にミュージックバンクに出演し、新曲パーフェクトナイトのステージを披露。このヒチウォンの髪型が今年5月に披露されたエスパのウィンターの髪型に似てると韓国のオンラインコミュニティでトレンド入りしました。そしてチェウォンが11月ロサンゼルスに向かう時に見せたヘアスタイルがスパイシーのウィンターと似ていると言われています。推しと推しの共通点、幸せでしかないという肯定的な反応もあれば、特に韓国本国ではチェウォンが真似している、ウィンターに寄せているというファンも。チェウォンは2023年に入ってからオンラインコミュニティ上で同様の書き込みが2、3度トレンド入りしていました。 K-POP ファンダムの間では2人の顔の傾向が似ているからと言われているとか、オンラインコミュニティの反応はずっとこの2人似てるって思ってた、子猫っぽいのがウィンター、子犬っぽいのがチェウォン、二人とも男受けがいいのはやっぱり顔の系統似てるからなんだね。チェウォンが可愛い方に寄ってて、ウィンターが綺麗の方に寄ってる感じ。 K-POP 詳しくない友達にルセラ見てる時チェウォン見てウィンターだって言ってたのを思い出した。本国でもチェウォンが真似してるって言われてたね。ウィンターがショートにしたらチェウォンもショートに、ウィンターが黒髪にしたらチェウォンも黒髪。率直に言ってあまりにも露骨だ。全部チェウォンがアイズワン時代にしたスタイルなのにウィンターの真似って言われるの。
髪型が似ている時期の2人を並べると確かになんとなく似ています。もちろんウィンターはウィンターの、チェウォンはチェウォンの良さがあるので同じではないですが、一つ確かなことは2人とも美女爆発しているということです。皆さんはどう思われましたか？またいつのチェウォン、ウィンターがお好みですか？コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。